こんにちは、渡辺隆介です。デビューアルバム「ブルーソウル」発売中ですので、ぜひチェックしてみてください。それからスカイプでのレッスンもやってますので、興味ある方は概要欄に詳細貼っておきますので、そちらをご確認ください。ジャズギター100本ノック51本目ですね。今回は「オーバー・ザ・レインボー」やっていきたいと思います。これも黒本に載ってますので、お持ちの方は一緒に見ながらやっていただくと分かりやすいと思います。それでは早速やっていきましょう。まずキーは E フラットですね。で、1度から始まって、メロディーもこの1度から始まってますね、ルートから。で、6度マイナーで、ジャズではこの6度が結構セブンスになったりしますけど、バラードとかだとこのマイナーで、メロディーがですね、ここのマイナーサードに来ることが多いので、このテーマではこのマイナーで弾くことが多いですね。まあ、テーマというか、バラードの場合だとテンポがこうやっぱスローテンポなので、こうセブンスに思いっきりしちゃうとかなりそのぶつかってる感じが長くなってしまうので。バラードではマイナーでこう弾くことが多いですね。で、結構テンポがある曲とかだと、このテーマのメロディーはこのマイナーサードでこう展開してるような時でも、なんかアドリブになったらこのセブンスに変えることもよくあります。はい。で、曲に戻ると6度マイナーから3度マイナーで、で、この G マイナーから、E7、E フラット7ですね、に行ってますね。で、ここ2-5にしてもいいですね。次の A フラットに対するここ B フラット7が入ることもよくあると思います。で、B フラット、E フラットで2-5にして、で、A フラットメジャー、4度メジャーですね、に行くことも多いと思います。はい、ここが黒本だと A マイナーで書かれてますね。A マイナーだと、そうですね。なんか僕の感じだと A マイナーだとちょっと違和感があるかなと思いますね。A マイナー、フラット5とかだと。まあ、ディミニッシュになることも多いですね。A ディミニッシュ。A ディミニッシュってことは、D7 ですね。なので、この A マイナー7を、除いて、そのまま D7 に行ってもいいかなと思います。この A7 だとこの5度の音がちょっと外れた感じがしますね。まあ、だからここがフラット5だといいのかなと思います。で、次 G マイナーですね。で、これ3度マイナー、3、6、2に行って、ここが2、5で通常だと行きそうなところを、この4度マイナー、7フラット7で1に解決。これも2-5の、まあ、ちょっと変形の形としてよく出てくる進行ですね。で、1に解決して、1
1625。はい、で A の部分は、リハーサルマーク A の部分はここで終わりですね。終わりというか1括弧で頭に戻ってもう1回 A を繰り返します。で2括弧に行ってでサビからですね。またここは普通に1、2、5っていう感じですね。ここはそうですね、まあ、1625とかでもいいと思いますし、この Eb7 の Eb7のここ2拍で6とかでもいいですし、あとはこのディミニッシュで、まあ要は一緒なんですけど E ディミニッシュでもありですね。3ですね。6、2、5、また1ですね。でここでそうですね、ここで Am7 が出てきます。ここもそうですね、ここもやっぱりフラット5がついてますね。ここちょっとギターだと難しい感じですね。こうどう弾くかが、フラット5がなかったらですね、こういけそうですけど、ここがまあ D7 だけでもいいかもしれないですね。はい、で1に1というか A に戻りますね。で最後の A のところも一緒ですね。はい、という感じで結構まあ進行的には単純というか、まあ、転調してる感じはないので、そういう意味では、まあ、比較的分かりやすい曲ですけど、まあ、その分ちょっと逆に難しいかなという。結構転調がいっぱいしてる曲だとそれに合わせて弾くとそれっぽく聞こえますけど、こういう曲はやっぱりきちんとその曲というかその度数とかコードのコード進行とかを理解してないとちょっと難しかったりするので、はい、あ、そっか、この最初のところですね、最初のところを Am7 フラット5で最初に弾くこともありますね。はい、なんかサビ終わりとかでここにこれのアレンジにするっていうのは結構定番でよくやる手法ですよね。はい、こんな感じで、今回はオーバーザレインボーをやっていきました。で続いて100本ノック51本目ですね。この後録音したバージョンをアップしますので、そちらもお楽しみください。それでは最後までご視聴ありがとうございます。